今回はね、プニッとキモカワ深海魚を買ってきたんだけど、みなさんが好きということでね、言ってはないんだけどね。そう、まあ開けていきます。キモカワらしいね、目がある。まあそっか、深海魚ってよくわかんないです。ティアラチャンネル。グロブフィッシュ、うん、なんか白で、ね、かわいい、かわいい。口、顔がなんかさ、魚のおじさんっているでしょ。あ、いるね。そういう感じ。なんかすごいね、顔が、うんって、なんか、うんうんって、うん、なんて美味しいんだみたいな。かわいい。なんか横から見るとかわいいけど、そう、こう、ね、こうみたいな、ちょっとね、面白いよね。じゃあ2個目、じゃん、メンダコです。メンダコ、なんでメンダコなんだ。タコ。3個目、3個目。エビ？エビ？エビっぽい。オウムガイ。オウ、え、貝？貝？え、なんか形エビに見える。ここイカじゃない？ここら辺。あ、本当だ。ここら辺イカで、後ろがなんだろう、この黒い。あの貝じゃない。ああ、割れた？違うね。カタツムリのやつ。ああ、なんかぐる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 って。そう。にタコが入った感じ。タコか。イカじゃない？イカ。そういうのが入った感じ。おう、オウム、オウム、オウム、真似するんかな。こう。どこかがキモカワですね。可愛いですね。可愛いです。じゃあ次、4つ目。じゃーん、バットフィッシュ。バットフィッシュ、バットフィッシュ、かっこいい。かっこいい。あ、口が独特やね。めっちゃ濃い口紅を塗った感じ。あ、手かわいい。足どっち。キモいけど後ろがかわいいみたいな。後ろがかわいいです。次、最後、5個目。すごい、シーラカンス。シーラカンス、じゃじゃん。シーラカンス、かっこいい。青、白い点々。どこがキモいのだろう。あ、ね、顔らへん。あ、そうなの。顔がちょっとね、なんか魚みたいな顔やね。あ、そっか、 目が緑。そっか、だって深海魚魚。目が緑。うん、え、ほんと。あ、ほんとだ、目が緑。緑。後ろが黒。あ、ほんとだ。この、これで泳ぐ。あ、多分仕草が可愛いんじゃないかな。あ、泳ぐとこ見てみたいな。プタプタプタ。これどういう位置ない？顔疲れ。はい。です。ということで、プニッとキモカワ深海魚を紹介しました。ねえねえ、見て見て、これねねちゃんにそっくり。ほら、見て見て、ほらほらほら。